こんばんは、こんばんは、音波ありがとう。大好き、ありがとう。かわいい、モニー。今日のモニー。かわいい、あーかわいい。かわいいよ。かわいいよ。モニーかわいいよ。ねえ、かわいい。かわいいです、今日も。こんばんは、こんばんは、もかたん、もかたんだって。遊びに来たくんで、ありがとう。ミルク、ありがとう。スクラブログを読んでメールの返信しようと思ったら配信通知が来て幸せ。いやー嬉しいこと。だるま、ありがとう。こんばんは。スクラブになって、ありがとう。こんばんは。ショールームできる日はねやりますからね、これからも。かわいいかわいい。こんばんは。おにぎりありがとう。呼んでないのに来たくんね、っていうかずっといたくん始まる前からいたくんだよ。かわいい。今日はツーショットだね。かわいい。イエーイ。かわいい。おめでとう、おめでとう。ありがとう。これからも JK 応援し続けます。モニちゃん、モニちゃんだよ。そうです。テロップ周年11期。2周年記念配信だよ。OK。こんばんは。ま、泣き真似しなくてもちょっと来ちゃってるんですよね。なんか来ちゃった。こんばんは。結婚してありがとうするよ。今日もデゼルビ監督みたいにかっこいい。ありがとう。学校帰り、今日から新学期ね。新学期入っちゃったもんに。クラス替え、クラス替えやだ本当に嫌だった。一番仲いい友達と離れてしまってもう本当に絶望。 1,2 年はその子と一緒だったからよかったけど、3年生で離れてしまって、もう策には何も残ってない悲しい。今日はとても残念だった。なんてことだ。おにぎりありがとう。食パンありがとう。おにぎりありがとう。ハートありがとう。ガチャモニーだよー。お昼寝2周年するお披露目です。こんばんは。ファンありがとうハートありがとう。くしゃの配信見たいと疲れが取れます。嬉しいこと、とってもありがとう。合成ではなくリアルな通称です。あ、守りたいこの笑顔。ありがとう。ハートありがとう。25日幕張買ったから嬉しくね。ありがとう。待ってるね。ん？お茶ありがとう。おにぎりありがとう。ミルクありがとう。モニちゃんとツーショット撮りたいです。え、わかる。モニのツーショット返したいよね。モニのツーショット買ったらさっきも行くもん。パンありがとう。おにぎりありがとう。あ、楽しかった。ありがとう。クマのパンありがとう。パンありがとう。おにぎりありがとう。さくのマネージャーの子そうだよ。本当に無理。課題とかもさ、ずっとさ出したとか言われなきゃさ、さく無理な人だから。
なんかもう無理。さくらこれもう出したって言われて、あ出してないってなって、一緒にやってもらったりしてたんですけど、そんなん一人で何もできないんですよ、サクって本当に。友達すぐできない人です、サク。どっからどう見ても陰キャの人見知りなので。11期唯一の MBTI の I なんですよ。 I は内向型で E が外向型なんですけど、サクだけ I で、陰キャなんです、つまり。だから友達はできません、新規開拓できないんです、サクって人見知りなので。そうそうなんですよ、だからもうどうしよう、終わったくんだよ。無に大賀賞の予想数字お願いします。何どうやって買うの、なんかさ、いっぱい種類あるよね。9。わかんないけど9か3。あ、ちなみに3はサックの3とモニの誕生日が3月11日なので、すごいラッキーナンバー。守りたい、この笑顔ありがとうね、星ありがとう。え、未完全 TV 祭り行けることになった、7日ですね、ありがとう。前髪伸びました、え、ほんと切った昨日、またな、公演のたびに切ってるんだよね。あとありがとう、あの作がもう2年とは早い。ありがとうございます、2周年皆さん、3年目もよろしくお願いいたします。11期は2周年なんですけど、もう本当に絶対一番仲いいってもう自信を持って言えるぐらい仲いいんですよ。もうプライベートを全てなんか見せれるし、なんかね、よく送り合うの、写真とか今何してるくんだよとか送り合ったりして、本当に友達のようなメンバーですね、みんな同期は。あと最近よくご飯に行けるの、ジュエキ全員揃ったら、制服の目の時に揃ったら行こうねってなってて、最近よく揃ってたからよく行ってます。クマありがクマ、ありがとうね、今日もありがとう。2周年だよ、遅く。3年目もずっとよろしくね、いつもありがとう。サンドイッチお弁当ありがとう、ポップコーンありがとう。もかた、え、もかたさっきまでさソファで寝てた、うん、消え去った。見てもかちゃんがこれのおもちゃが大好きなんですけど、だから昔これを買いまくってて、すっごい何個も買ってすぐ壊すから、もかちゃんはだからいっぱい買ってたんだけど、最近っていうかもうその買いだめてたやつが壊れてから買わなくなっちゃって、今日めっちゃ久しぶりに買ってきた。そしたらもかちゃんが超喜んでいます、嬉しいことだ。おにぎりありがとう、ハートありがとう、パンありがとう、2周年おめでとうくんだよ、ありがとうくん、星ありがとう、僕も陰キャだよ、一緒だね、サクと友達になりたい、なって、お友達めちゃくちゃ少ないので待ってください、お願いします。おじさんだけど僕が友達になってあげる、お願いします。サクの友達はやっぱりサクの面倒を見てくれる人がいいです。ずっとそうだったから仲良くなりたい、陽気な美人な女の子だと思ってましたよ。嬉しいことそれは。
よく見えてる、嬉しい。だるまありがとう。あずさくは尊い。あんずちゃんは、あんずちゃんもあのさくの面倒を見てくれるタイプの方なのでとっても好きなんですよ。あのさくが、うん、本当に陰キャだから、陰キャの人見知りで、あのコミュ障、コミュ障ではないけど、あの普通に初めての人とかあんま喋れない人とかは喋れないんですよ。喋りかけれないんですけど、だから初めて同期と会った時に喋れなくて、でもあんずちゃんがいたからさくはここまであの生き延びてこれましたね。あんずちゃんはね、あの知り合いだったのであんずだーってなって、最初の頃はもうずっとあんずの後ろにくっついてついていっていましたね。私も陰キャです。一緒だね。くるみ前に、あのくるみは時によって変わるらしいんだけど、この前一緒に6人で MBTI 診断を一緒にやったんだけど、その時に ESFJ だった。1から8の中で2つ教えてください。こういうのは直感だよね。でもさ、名前重要視するけど、3と7探りたい、この笑顔。3級ワイド、馬タン、馬レン、いや、なんだろう。おにぎりありがとう、2周年おめでとくんだよ。昨日の公演輝いてたよ。ありがとう、いつもいっぱい来てくれて2周年おめでとう、ありがとう。純喜大好き、嬉しいね。そう、純喜ラインが超楽しいんですよ。本当にあの意味のわからない写真を送ってるのが楽しいです。おにぎりありがとう。純喜箱推し、嬉しいこと。10期しか勝たんと本気で思ってるくん、嬉しい。11期ファンの方は、11期ファンの方っていうか11期の誰かが好きな方は結構そのメンバーが推しメンが一番好きだけど11期まとめて好きっていう方が多くて、それは嬉しいことですね。人数もちょうどいい。確かに。ハートありがとう。昨日11期で、昨日行った。サクプリン知る。山村桜プリンですね。え、あ、見たわ、メールに書いてたね。あおみさんのライブに行ってきたよ。いいですね、もう本当にかっこいいです。あおみさん、今日俺の誕生日で11期生とは縁があるの、おめでとう。そうじゃん、言ってたもんね前。おめでとう、運命だね。11期のお披露目の日と一緒、嬉しいこと。今帰りに夜桜見てる。いいね桜。今日ね桜見に行こうかと思ったら雨降っちゃった。ハートありがとう。あ、おにぎり配信まだですか。え、なんかさ、たらこふりかけを食べすぎて、あのちょっとママが不安がってるから、たらこなんかダメだったらどうするって、一旦たらこ我慢してるんですよね。最近は塩おにぎりで我慢してるんだけど。ハートありがとう。へっ、すいません、2周年おめでとうございます。ありがとう。姫だから友達にはなれない。いけるよ。でもまあ、さくんの友達はとってもめんどくさいと思います。大変だと思う。すごいね、わがままですから、さくって自分でも分かっているんですけど、わがままなんですよね。でも話聞くのは好き、話すより聞く方が好き。ミルクありがとう、おにぎりありがとう、ハートありがとう。さくと同じクラスだったら絶対友達になりなくて話しかけに行く。嬉しい。そんなことを思ってくれてる人はいないよ。嬉しい、ありがとう。だるまありがとう。
一番最初のどっかであんまり話してくれなかった思い出、本当本当に人見知りなんですよね、ごめんなさいね。今は治ってきてるから、みんなとなら喋れるよ。サクと仲良くなりたい人生でした。え、なれるよ、だって趣味も一緒だしね。こんばんは。化粧濃いですか？一番薄いって言われますけどね、11期では。こんばんは。全然会いに行けないけれど3年目も応援してるから、ありがとうね。いつか会おうね、絶対。え、やだ、大歌手は山村さくらちゃんに僕の人生を託します。怖い、怒らないでね、ミスっても。11期もさくちゃん大好きで、ありがとう。11期最高なんですよ、本当に。ここ公園でまた見たいくんです、見に来てくんです。いっぱい会えたね最近。こんばんは。おにぎり配信、え、塩でもいいの？ハートありがとう。食べ過ぎ、え、なんかさく桜じゃない、たらこのさふりかけをもう本当に意味わかんないくらいかけるの、だから心配って一旦中止してる。たらこ食べ過ぎると痛風になる。え、たらこふりかけだよ、たらこふりかけもやばいの。少数精鋭のスーパーエリート、え、すごい、ありがとう。おにぎりありがとう。かわいいくしゃみ。プリン体、そうなの？あ、たらこはダメだよね、確かに。ミルクありがとう。あ、中日新聞ありがとうございます、読んでくれて。おにぎりありがとう。うん、塩おにぎりしか勝たんです、いいよね、わかる。食パンありがとう。くしゃみかわいすぎるくんだね。普通ですよ。いや、面白いことしてください。面白いことは、ない。ない。女子は大体わがままです、世の中でもわがままな方だと思う、多分。こんばんは。クマありがとう。白クマ本当におめでとうございます。作者についてはトップアイドルを目指していこうね。ありがとうね。寒くないですか？大丈夫ですよ。化粧しなくても可愛いから。え、その自分ではマジでめちゃくちゃメイクしてるつもりなんだけど、もう終わったのっていつも言われる、みんなに。なんてことやら。僕もさくらさんともう少し話せるようになりたいです。え？話そうよ。めちゃくちゃさ、何？話せることいっぱいあるからさ、話そう。握手会トークから初めてお話しするの楽しみにしてる。楽しみ。ありがとう。こんばんは。ピカピカありがとう。のりたま、あ、のりたまいいよね。11日のエスコンや5列目の神手から作者応援するね、見つけるね。ピカピカありがとう。たらこふりかけ毎日食べててもなかなかなくならない。え、めっちゃ少ないんじゃない、かけてる量。でも多分作が多すぎるんだよな、本当に。白ご飯じゃないもん、ピンクご飯になる。サクと初めて東海話した時のこと今でもすごい覚えてる。え、いやー、やばかった気がする。わかんないけどさ、サクって最初喋れない人だから大丈夫だったかな。コクマロのバターチキンカレーは絶対サクが好きな味。えー、そうなの？バターチキンカレー大好き。投げチューしてありがとう。京都、京都ってなんかパンダあるよね。おにぎりありがとう。これからも応援してるよ。お仕事戻ります。ありがとうね、頑張るんだよ。さくに出会って幸せな人生、嬉しいよ。現地会までいっぱい話したいことためとく。いっぱい教えてね。緊張せずにさくと話せるようになりたい。
緊張してる風に見えないあんまり。なんかいつもさ、なんだろう、すごいね優しい目で見てくれるから、あそこすごいね温かい気持ちになる。とても優しいです。音が綺麗だからメイク少なくても問題。なんか丁寧にできてないのかなとか思う。ちょっと分かんないんですけど、サクとはまだ緊張してもかな。そうなの、みんなこんばんは、こんばんは。だよねだよね、おにぎりはたらこしか買ったんよね、わかる。ピンクご飯、本当にピンクご飯になるぐらいがいいよ、みんな。サクはそれくらいが好きなんだ。でもピンクご飯になるにはやっぱりかけるだけじゃなくて、あの潰さなきゃいけない。ふりかけた後にラップで潰すの。たらこ、あ、これ歌ったらやばいわたらこのやねやつね、いいよね、たらこ大好き。ポップコーンありがとう、ハートありがとう。どっかで変なこと言ってないか、いつも反省してる。言ってないよ。でももっと、あ、なんか控えめだから結構で、あの桜部でいいんですかっていう感じだに言われるけど、もう桜部ですからもう自信を持ってね、欲しいことですけど。さくらちゃん可愛い、ありがとう。明太子好きかな、わかる。ハートありがとう。ピンクご飯もまよかったし、いいよ。でも違う、最近たらこおにぎり食べてないから、食べた時にね、おにぎりありがとう。塩おにぎり美味しいよね。なんかさ、昆布塩みたいなやつめちゃくちゃ好き。わさびふりかけすごっ、緑ご飯だねそれ。わ、塩昆布もいいよね。そう、色味かわいい、わかる。元気ですか、元気ですよ。入院中、そうなの。お大事にしてくださいね、それは。元気でよかったです。そう、たらこ、たらこを入れたら桜色になりますよ。おにぎりありがとう。どっかで暗示でしょって大きな声で言われるのが衝撃的でした。すごっ、めっちゃみんな覚えてくれてるんだね。じゃあもう少し前のめりで話してみますね。そうですね、ありがとう。ハートありがとう。食パンありがとう。さくちゃんダンス定点で見たけど、なんだ丁寧で安定してると感じました。嬉しい、ありがとう。それはとっても嬉しいです。ハートありがとう。紅白に出たことはないです。どっかで緊張してうまく伝わって伝わってるよ、めっちゃめちゃくちゃいっぱい来てくれて嬉しいですしね。あ、制服の目初めて見れた。オオカミ可愛かった、ありがとう。見つけたよ、すぐに。嬉しかった、真ん中ブロックだったね、ありがとうね。ハートありがとう。最近制服の目たくさん出れて嬉しいです、本当に。こんばんは、ハートありがとう。明日発表、そうなんですよ皆さん、ティーンズユニットの最終発表が明日行われるんですけども、やばい、本当に緊張する。ティーンズユニット生配信が結果どうなるか言い忘れてたけど、投票してありがとうね。パンありがとう。こんばんは。晩ご飯も食べた、食べた。今日はおばあちゃんの唐揚げを食べました。本当に美味しい。昨日の公演楽しかったよ、ありがとうね、嬉しかった。いつもありがとう、いっぱい来てくれて。握手会ですごくニコニコして話してくれるから嬉しいね、本当。ペロプの鉄拳がじわる鉄拳、あ、確かに
自衛権出会ったおかげですゲイに戻ってくれたから一生感謝してる中、嬉しい。なんかそういう方多くて嬉しい本当に。こんばんは。さくちゃんとお話ししたら楽しいくんですか。今度会いに行ってみたいです。楽しいくんなので会いに来てください。17時からだね。もうやだ、17時に起きたいかも。もうさ、起きてたらさずっと緊張しっぱなしじゃん。一生さマイナスな方に考えてしまいそうだから、もう5時ピッピで起きたい。さくちゃんの握手会緊張して生まれたての小児科みたいになってます。嘘だ嘘でしょそれは。最近の狼とプライドはリーナちゃんと同級生感。なんかさすごいさね、スクショ見たけどさ、なんかサクが嬉しそうな顔してたリーナとできて嬉しい。リーナもあのサクとでやっとできるの嬉しいよって言ってくれて嬉しかった。嬉しい。制服の来てくれてありがとうね。下ドキドキでね、もう本当にやばい。みんな見てくれるの？見てね絶対。どうしよう本当に。でもさすぐさ発表しても配信だからみんなの反応が見れないわけだからちょっと不安ですけども、それはなんか会場とかでやったらさ、大きな会場とかでもう投票したよっていう方を全員ね、あの招待して一斉に発表とかだったらさ、わーってなるじゃんそういうことができたらよかったのに。こんばんは。こんばんは。唐揚げ羨ましい。なんか手羽元みたいなの唐揚げ美味しかった。昨日も可愛かったよ。ありがとうね。ああそうなの。5時に終わるかどうかなんです。あ、そうなのか。岡本彩香さんの魅力は、なんだろう。そこは彩さんのパフォーマンスがとってもすごく好きで、なんか自分の見せ方を最大限に分かっていて、すごい見せ方が好きですね。パフォーマンスのを見たらやっぱ彩さんが目に入ってきてすごく好きでした。あと昨にあのニューエイジャーの MV 撮影の時にあーやさんとは初めて写真を撮ってもらって、そこからもうどんどん沼っていきましたね。なんか何が好きって難しいな。なんかどんどん会うたびに好きになっていきましたね。あーやさんはなんだろう、ちょっとなんか甘すぎない、作に甘やかしすぎないところが好きです作があの大好きですって言っても簡単には信じてくれないんですけど、あのそういうところも好きです。あの疑い深くていいなと思います。あんまりね簡単に人を信用しないところがなんか好きなんですよなんか難しい。これをこうやって言うとどういうことって言われるけど、なんかあの冷たい視線が好きとか言うとえーって言われるけど好きなんですよねもうサクがこういうそういうところが好きと思ってるので、皆さんあのあやさん推しの方は分かんないですけど、サクはそういうところが好きなんですよね。あととっても優しいですね。連絡をくれ、なんか大事なアンダーの時とか、なんか頑張るぞっていう日にあの LINE をくれたりとか、そういうところも好きです。おばあちゃんの唐揚げいいな。いいでしょう。7日の中日劇場行くだよ。中日劇場あれか、未完全なやつね。ありがとうね。
対ランクインすると思う。適当適当なんだ。でもそうやって思ってくれて嬉しい。さくは笑顔がいいから公園で目立つ、嬉しい。本当なんか目立ち方が分からなくてちょっとね難しいなと思っていたので嬉しいですね。その言葉はさくちゃんが呼ばれることになってます。本当に緊張する。もうさくこういうの苦手。売れました、今来ました、ありがとうね。明日発表とか緊張して寝れない、もう本当に怖い。もうさなんかアーカイブで見たいかも。リアルタイムちょっと無理かも。さく緊張する。本当に起きたら終わってたがいいんじゃない。もうそんぐらいがいいんですよ本当は。もう怖い、ハラハラするのは怖い。おにぎりありがとう、ハートありがとう。杉本ちゃんとの狼とプライド大好きすぎる、嬉しい。本当に楽しいんだよね。あ、グランパスの麻酔選手かな、これプレイ作好きかも。え、作めっちゃ好き。あ、昨日リーナに話しました。麻酔選手のプレイが作は好きだよって。なんかリーナが、あ、出てるかわかんない、やっぱ何もないですでもリーナがあのグランパスの話をしてくれて、でおすすめの選手はとあの聞かれたので、麻酔選手ですと言いましたね。ちゆきちゃん本当に同期のこと好きだね、大好き、何でも話せる。あ、出てるよ、出てるか。リーナがあのグランパスのトークショーにあの出るみたいで、それを昨日教えてくれて、でおすすめの選手いるって言われて麻酔選手を言いました。え、そうなんですよ、明日プリマステラさんもねあの MC で来てくださるんですよね。嬉し泣きすることしか考えてない、怖すぎて。うん、怖い。スカイエキスポの帰りによく食べに行く。そうなの？暖房入れましたか？入れてません。そうそうそう、プリマステラさんもいますので、応援してる、ありがとう、ハートありがとう、白クマありがとう、クマパンありがとう、あ、7日行くからありがとうね、パンありがとう、おにぎりありがとう。明日は今日より7度も気温が高いみたい。雨は降りますかね。あやさん研究生の時めっちゃ公園行ってた。そうなんですか。にじゃないよ動画面白くてたまに見返します、嬉しい。どっちが好きは選べないのでちょっと NG でどっちも好きです。2周年おめでとう、明日ドキドキだね。本当に緊張するどうしよう、ありがとう、おめでとう、ありがとう。 DD だね。まあ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 そうなんですよ。でも2人なんです、2人、もう2人です、終了。みんなはあのいろんな人に可愛いって言うかもしれないけど、そこは2人ですから。おにぎりありがとう。さくちゃんも追いかけるよりも追いかけたい、追いかけるよりも追いかけたい、追いかけられたいタイプですね。ハートありがとう、だるまありがとう。追われるより追いたい、あ、追われるより追いたい、あ、そうですね、そっちだ、追いたいタイプですね。突き放されるといやもっといけると思っちゃうタイプですね。それであの本当にガチの突き放されたら、あ、もう無理だって思っちゃうけど、あのちょっとあの期待させてくれるともう一生懸命追います。まかり東海隣だったのでサクさんいっぱい見てました。嬉しい、ありがとう、見てくれて。次はねサクレーンで会おうね手のひらで転がされて
いいんですよそれで。カオさんの、え、カオさんもパフォーマンスがすごい好きなんですよ。カオさんとあやさんはなんか、なんだろう、公演見た時にすごく目に入る方で、 K2 だとあやさんで、 E だとカオさんみたいな感じで、一番なんだろう、自分の見せ方を分かっているパフォーマンスがすごい好きなんで、作はカオさんはもうパフォーマンスがとっても大好きですし、あとはなんかカオさんのお上品なところが好きですね。なんか言葉遣いとか仕草とか、なんかお嬢様みたいなところが好きです。お姫様っていう感じがして。サクのこと久々に見たけど、かわちありがとう、ハートありがとう。モカうちはモカ出ないですけども、アイドルとしての貫禄があるから大丈夫。本当にオーディションも緊張したのかな。うん、めちゃくちゃ緊張してる。ずっとオーディションやばかった。本当になんかもう、まずサクは知らない人がたくさんいる空間が苦手なんですよね。だから知らない人がたくさんいて不安だった。もう怖い。ママもいないし、ママも一緒に入れないから一人で歩くし、なんかそれが怖かったし、なんかああいう緊張感のある空間は苦手なので怖いですね。優しい性格、嬉しい。なんかみんな言ってくれる。11期も好きな同期の好きなところを言い合ったんですけど、優しいっていっぱい言ってもらえた。さくの出てる公演チェックしてるんで嬉しい。こんばんは、こんばんは。劇場でどんな衣装も似合うから、やっぱりアイドルだなって。もう本当にこんばんは。あ、枯葉のステーションやってみたい。2周年おめでとう。同期みんなにありがとう。ありがとうね。おにぎりありがとう。下折りしなきしようね。ね、本当に DMM でさくちゃん見つけて、実際に公園って言って、公園行って本当に好きになったよ。嬉しい。本当にそんな方がいるなんて嬉しいこと。ブライベもギフイベも出ないとね。本当に出たいんですよサッカーをこよなく愛しているので本当に出たいですね。今から配信見るで。ありがとうね。あ、ココハに伝えて。ありがとうココハココハ。ブリマステラさんの活動見たことあります。ユニット名も気になるとこ。確かに、でも怖い。もうそんなところまで考えれない。まだまだちょっと無理です。とりあえず帰宅んだよ。ありがとう。あ、明日雨じゃないの。明日が晴れなんだ。ミスった。ハートありがとう。吉田春樹20歳も覚醒しそう。注目してみます。ハートありがとう。僕はさくちゃんに一蔵ちゃんなのに。本当かな、それは。その言い方ちょっと違うな二人ならいいのね。え、そういうことじゃないさくらたおし、ありがとう。そう、あやさんのこと追いかける派ですね。めちゃくちゃポジティブやいや、最初はでもネガティブな方だよ。でももう好きになったら止まらないですね、気持ちはハートありがとう。少し突き放した方がいいのかな。無理。ダメだよ。みんなは違うよ愛されるよりも愛したいタイプ。いや、愛されたいタイプ。本当は愛されたい。おにぎりありがとう。あやさん、みごちゃんにダンス教えてくださいと。直談直談判
したんだよ。そうなんですか、すごい。パンありがとう。母さんお姫様で、さくは仏仏。誰だろう。 S 公園では、パフォーマンス誰だろうな。すごいなんか目が行くのは誰だろう、イズリンさんとかミオマルさんとかはすごい大きく踊られるからし、全力だし、すごい目に入りますね。あとは個人的に好きなのはキミエさんとミクルさんですね。もしパンダもし変えたら帰宅んだよ、できるかな、お風呂からじゃ無理かな、来てくれるかな、ドス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 ってかわいい。昨日の公演楽しかった。ありがとうありがとう、入ってくれて、お茶ありがとう。天職嬉しい。えさくん、そんなこと思ったことないよ、嬉しい。仮はやったら漫画に咲いちゃう。さくちゃんは声なく愛してます、嬉しい。そんなこと言ってくれるの、おにぎりありがとう。やっともうすぐ桜部になって1年です、それまでは誰しとかに知ってるくんだよん。ありがとう1年目。桜が降るよ、イエーイ、ハートありがとう。僕もさくちゃんがオンリーワンなのにね、やだ。全然オンリーワンじゃない、さくへの気持ちが止まらない、嬉しい。楽しのならないしてるけどまだ楽しで、ありがとうね、新年おめでとうございます、ありがとう。歌唱力ナンバーワン決定戦に興味ありますか。そんなに自分の歌にあんまり自信がないので、なんかすごい本気で歌を練習されてる方とか、なんかさくはまだボイトレとか行けてないので、あ、なんかオーディションの時に、あのオーディションで歌唱審査があるんで行ったんですけどとかしかないから、なんか失礼かなと思って、ちょっと どうですかね、まあ、でもみんなにはよく出たらとか言われるのでちょっと迷いはしますね。好きになったらもうどうしようもないよね、嫌われても好きな気持ちは変えられない、そうなんですよ。もう好きって思ったらそれはいいんですよ、そのままでね、止められない。はやさんとさくちゃん相性いいかもね、本当ですか、こんばんは、こんばんは。さく楽しになりつつあります、嬉しい、おにぎりありがとう。この前のご飯がポップコーンだって、かわいい。昔のイズリンさんにさくちゃん似てると勝手に思ってます、嬉しい。あさってありがとう、お疲れ様です、ありがとうね、このままさく楽しになりそうです、やった、本当にそれって、それは本当に、おにぎりありがとう。竹内さきさん卒業が続く1本、本当に嬉しい、ありがとう。この間まで LINE の画面に桜がちっちゃって見るたびにさきちゃんを思い浮かべて、嬉しい、桜部だ。聞いてると自分の実力が分かる、怖い。認めてた知り合い、さくに歌手力決定戦やったら出てほしいって言ってた、嬉しい。ソロライブとか夢すぎますね、それは。こんばんは。さくは11期のビジュアル面ってアンズちゃんが言ってたね、そう、アンズはめちゃくちゃ褒めてくれて、あ、なんか楽屋で詰めたんっていうか、あの掘り下げたんですよ、なんか自分と違うものを持ってるからすごい惹かれるって前言ってくれて、具体的にはどういうところって後から掘り下げたんですよね、昨日の公演の
楽屋で聞いたら、なんかなんだっけな、まず顔が好きって言ってくれて、ビジュアルが最高に好きって言われて、あと声が好きらしいです。サクの声とか歌声がなんかすごい上手って言ってくれて嬉しかったですね。あと優しいところが好きらしいです嬉しい。あんずちゃん、サクのことをあのちゃんと考えてくれて、あのサクがちょっとめんどくさいじゃないですか、こんなに掘り下げたらね。多分ゆうねちゃんとかはあのめんどくさって思ってるんですよ、サクのこと。あ、多分目線、視線でわかるのサクが、え、具体的にはどういうとこって、あのアンズに言ったら、え、みたいなあのゆうねちゃんびっくりしてたんですけど、アンズはもう真剣に答えてくれて嬉しかったです。審査であったからか、ジュイキは歌声安定してる子よね。嬉しい。え、出ないの、な、怖い。自信がないから怖い。自分に自信があるものだったら挑戦して、もしダメでもいいやって思えるけど、自信のないまま出て何も残らなかったら、あ、そうだよなってなって落ち込んじゃうから、サクはすぐに。だから怖いですね。でももう会えないから好きって気持ちはなくしたいんだけど、困ってよ。会おうよ。ダメなの？ハートありがとう。中日ホールのところにいるよ。あ、そうなの、事前チェック、すごっ。桜ヨーグルトちゃんかわいい。プリンです。DD から脱皮できませんでした、どうしたらいいですか。え、もう根っからの DD ってあるからしょうがない。これからね、まあ、愛を積み重ねて、いつか本気で楽しんだれた時に、それがサクだったらいいなと思いますけど。ハートありがとう。そう、声いいよねっていっぱい言ってもらえるんだけど、サクめちゃくちゃ自分の声好きじゃなくて、っていうのをママに言ったら、ママもサクの声大好きなんだけどみたいな、わかるって言われてびっくりびっくり。ハートありがとう。声も顔面も性格も好き、嬉しい。褒めて伸びるタイプ、そう、褒められないと無理。なんか怒られたり、怒られるのはいい、間違ってたら怒ってほしいけど、なんか、いや、もっともっと やりなよとか、すごい指摘されたりすると、あのめちゃくちゃ真剣に受け止めて、すごく傷つくんですよね。ゆうねはそんな子じゃない、違う違う、悪い悪いとか言ってないよ別に。ゆうねちゃんはあの多分サクがあのめんどくさいんだろうなって、あのめんどくさいがってるんだろうなっていう感じはしましたね本当にめんどくさいからサクは、いいんですよそうやって思われてても。はい、分かってますからね、一般的かも。そうですよ、普通ですから。あれが、ハートありがとう。名探偵、それまた聞きたい、嬉しい。挑戦して何も残らないことなんてない。そうだけど、それでもし出て、自信を持てないまま出て何も残らないことはないね。確かに名前も知ってもらえたりするかもしれないけど、それでちょっとでもなんか、え、なんでこんな子が出てるのとか言われたら、もうサクは本気で本気に捉えるんですよね、そういうの。あ、もういない方がいいんだとか思っちゃう人だから、だから簡単には出れないよっていう。根っからの DD って人を実感したことはありますか。身近な人、サクですねなんか好きって言われたらもう好きになるし、可愛いって言われたらすぐ好きってなっちゃうサクの歌声大好きよ、嬉しい。
ジェッキーってみんな可愛いなと思ってます。めっちゃ嬉しいです。それはみんな喜ぶ。そして、あ、北くんでありがとう、こんばんは。北くんの優しさに甘えてばかりです。そんなことないんだよ。声可愛い、ありがとう。ファンを褒めてあげてほしい。そうなんですよね。なんか好きで言ってくれてるのはわかるんだけど、伝わるんだけど、ちょっとでもなんかこうしなよとか、なんかその嬉しいアドバイスとかはもちろん ありがたいんですけど、なんだろうな、まあ多分深く考えすぎなんですよね、作が。そう、でもそうやって考えちゃう、ネガティブに考えちゃうタイプなんですよね、ずっと。好きなようにやればいいよ。そう、好きなようにやりたいけど、自由すぎてもそれを嫌がる人もいるからって前までは思ってたけど、でも好きなようにやればいいって言ってくれる、サクのことを本当に大好きって言ってくれる方は好きなようにやればいいよって言ってくれるので、好きなようにします。もう癒されるこいつ、嬉しい、ありがとう。サッカーで例えるとどのポジションですか。ディフェンダーですね。めんどくさくてごめん。めんどくさい人サクめっちゃ好きだよ。自分がめんどくさいからめんどくさいのはいい、すごく。本当にね、サクの近くにいたら本当に困ると思うだけど、サクのお姉ちゃんとかはすごいそれを分かってくれて、今日なんか自信をつけるために可愛いって言われたくて、今日も可愛いって、毎朝とか起きてたら、お姉ちゃんは起きるのが遅いので起きてたら聞くんですよね。可愛いって聞いて、でも可愛いよだけじゃ嫌で、可愛いよって言われて、じゃあ具体的にどこがって聞くんですよね。そしたらもう全部答えてほしいの、詳しく思ってることを。そう、本当にめんどくさいと思う。何しても許されるそんなことはない。ゆねさんそんな子じゃないから安心して。ゆねさんをそんな子、そんなに何悪い人とは別に思ってないですよ。ゆねさんがなんかのことをそんな嫌な風には思ってないですよ。ゆねちゃんは本当優しいですから。でも普通にサクがめんどくさいんだろうなって、サクがめんどくさいってゆねちゃんがそうやって思ってるんだろうなっていうことではなく、なんだろう、まあ一般的にめんどくさい方だろうなっていうことです。ゆねちゃんだからとかではない。おにぎりありがとう。そんなことわざわざ言う人のことなど気にすることはない。はい、 DD の気持ちがわかるのね。わかるよ、気持ちわかるだよ。そんなのパンありがとう。画面になんか飛んでるけど、これ何？飛んでる？何が飛んでるの？笑顔、声も可愛いけど笑顔可愛すぎて出れないでしょ。嬉しい。みんな努力してるの分かるから褒めることしかできません。嬉しいよ、それは。ありがとう。突き詰めるこだわりのある性格なのか。そう、なんか中途半端が嫌い。なんか0か100しかできないから、もうやらないならやらないし、やるなら死ぬ気でやりたいから、予定がたくさん詰まってたりとかで本気でできないときは、すごく大事なチャンスっていうか、いい機会だとしても、自分が全力でやれないって思ったら、そこは一旦諦めちゃうタイプかも。今のさくらさん全然魅力的。嬉しい。さくの好きなようにやってね。ありがとう。正解ありがとう。
ミッドフィルだとフォワードが好き。あ、そうなの。佐久間はミッドフィルダーが好き。おにぎり派パン派、悩ましい。本当は、まあ、あのパンが大好き。トースターで焼いたあのサクふわのパンが大好きなんだけど、あの小麦粉はサクの、 あの体質に合わないらしくって、なんか遺伝子検査みたいなのしたら小麦粉が太りやすいですって出て、あーと思って。小麦粉大好きマンだから、もう台湾までそばもうどんもラーメンもパンも小麦粉じゃないですか、はっと思ったけど、だからおにぎりをね朝ごはんとかに食べるようにしたらハマりました。だからどっちもは。本当だったらパンが食べたいかも。この前の配信で可愛いところ聞いてて、あれを本当に毎日のようにやる。起きてたら本当に、なんかさくが朝何公演前とかに出るときは朝早いから、でもお姉ちゃん起きるの遅くて起きてないことがほとんどなので、だから公演前とかはあんま聞けないけど、それはめんどくせえだよね。わかる。さくも自分がそんなこと言われたらはーって思うけど、自分はやっちゃう。彼女にしたらほんとめんどくさいタイプです。多分そうだよ。もうしょうがない。なんか確証が欲しい。おにぎりありがとう、ミルクありがとう。さくは話を真剣に聞いてくれるから好き。話聞くのめっちゃ好きなんだよね。なんかその人のさ何考え方とかさ人生観とかさ話聞いてたらさビシビシと伝わるじゃん。そういうのが好き。あ、この人はこういうなんか捉え方をするんだなとか、あ、本当に根が優しいんだなとか、あ、めっちゃ考えてんなとか、そういうのをなんか一人で考えるのが好きなの。聞いてる時にうわ考えてんなとか嫌だよね。だから聞くの好き。だからあの悩お悩み事はぜひさくに話してください。好きだから。めんどくさくてごめん。いいんだよ、めんどくさいから。さくがファンはお尻にいるんだからいいんだよ。そんなさくちゃんが愛おしい、嬉しい。あ、そう、さくラブはさくラブだよ。そういうことだよ。おにぎりありがとう。エゴサーチしますか？めちゃくちゃします。ファンの人の DD は許せる。作推しだったら本当は単推しがいい。さくちゃんにしかない魅力を感じたからさくちゃんを推したいと思いました。嬉しいこと。その魅力を詳しく聞きたいね今度。さくの道を進めばいい。ありがとう、そう言ってもらえると嬉しいよ。おにぎりありがとう。チャンスは逃さない、逃さないです。だから今回ティーンズユニットにも参加しました。今回は絶対必要なチャンスだなって、あの掴むべきチャンスだなって思ったから参加しましたね。今はもう明日にならないと分かんないけど、結果は明日で、まあさくも何、はい、じゃあ今は他に頑張らなきゃいけないんだなとか思って、その明日になってその何歌唱力のやつとかに対しての気持ちが変わるかもしれないけど、それでもし変わったとしても今日の作はそう思ってたけど明日の作は違うかもしれないし、だからあんまりちょっとまあその姿を見ていてほしいですね。パンダ派猫派。なんかすごい。すごい、何これ。おなんかありがとう、後であの見ます。難しい。パンダ派猫派、パンダ派か猫派って言ったらパンダ派だけど、モカ派かパンダ派って言ったらモカ派なの。わかる。モカちゃんは唯一無二だからモカちゃんっていう存在が好き。もう猫っていうカテゴリーじゃなくてモカっていうカテゴリーでモカちゃんのこと愛してるから、そういうことです。
よね。遠藤選手のボランチってすごく大事だと思う。もう日本に生まれてくれて感謝です。綺麗な目、嬉しい。あ、消えちゃったスケル君だよ。え、いいな、キーパーでした。ボール蹴るのが苦手な元サッカー部員です。すごい、キーパー。そこ絶対逃げちゃう。米粉パンとかもあり、いい、大好き。米粉パン大好きです。めっちゃ食べてた一時期。作者のような顔面だったら毎日同じこと聞かれても面倒いとは思わない。嬉しい、本当に言ったそれは毎回聞くよ。きょうちゃんのだるがら見ますけど、え、大好きだから。作もああいうのをなんかきょうちゃんも、ね、かわいいとか前髪いいとかめっちゃ聞いてくれるんですよね。それをなんか作、お姉ちゃんに対しての作を見てるみたいで、すごいあの、なんだ、新鮮ですね。だけどあのめんどくさい仲間なんで好きです。きょうちゃんのだるがらみは可愛いんですよ、本当に。きょうちゃん本当に優しいし、え、きょうちゃんの好きなところさ、本当にもっとあったの、早く言いたい。で、きょうちゃん本人に言うべきだよねこれって。だからまだ言わないけどさきちゃんちゃんと人見てる、人見るの好き。深読みされてるそう、深読みしすぎなんだよ多分。自分のこと知ってもらえたの、え、いっぱい教えてほしい本当に。ジュイキで一番考えてない人は誰ですか。誰だろう。考えてない人、みんな結構考えてると思う。内心は考えてないように見えるのはゆうねちゃんだけど、でもゆうねちゃんも実はめちゃくちゃ考えてると思うから。誰なの、みんな結構考えるタイプだけどな。分からない。みんな考える派だと思う、獣医期って。だから成り立ってる。みんながその、あ、これ言ったらあの誰々はこういうことであの傷つくだろうなとか、そういうの分かってるから、考えてるからみんな仲いいんだと思う。人を見れるから。みんなお茶ありがとう。東海の時そんな風に見られてると思って、違うよ。東海の時は本当に一瞬だから、一瞬でみんなはそんなに、感想を伝えてくれたりとかするじゃん。公演の感想とか、あとこういうところが好きですとか質問してくれたりとかするじゃん。そういう時にはあんま、あ、この人はこういうタイプでとか思わないよ。だけどあの長い話とか、となんか同期とかと長く話す時とかに思ったり、友達とかと長いなんか相談とかし合う時にそういうことを思う。一瞬じゃ分かんないです、咲くも桜が満開だから明日の咲くも満開だと信じてる。みんなで一緒に信じて祈りましょうね。作者に好きなところを問い詰められたい。いい？問い詰めて、みんな。ありがとう。あ、このリボンのやつかな。ありがとう。プレゼントみたいなの。アンパンだ。アンパン、ありがとうね。ねえ、ありがとう、いつも。これからもね、11期推しで、ずっと11期推しでいてね。いつも11期をね、大好きでいてくれてありがとう。3年目もよろしくお願いします。いい子が SK にいるなんてだけで嬉しい、ありがとう。後ろのカーテンはママのお気に入りのカーテンです。ママの一押しカーテン。下の作も焦ってる作も応援する。やったー。なんかすごい、なにこれなんでさ、この炭水化物なの。ありがとう、おにぎりエビフライ、おにぎりエビフライありがとう。すごいんだけど、後であの見ます。さくちゃんの魅力はもう場面の変身で伝える。ありがとう。後ろのカーテン誰が、あ、ママです。ママの一押し。誰絡みしに行きます。誰絡みして、ずっと見守ってるから。ありがとうね、ご飯食べました。愛が思う、
重いよ。日本に生まれてくれて感謝。ありがとう。サッカーやってて逃げるわ、くそ、なんか怖い。だからあのサクはあのどっか蹴る方がいい。守るのはちょっと責任重大、怖い。逃げちゃうからサクは、ボール来たら逃げる体質だから無理。あ、キャプテン翼ね、ママに見てって言われるけど見て見たことない。まだ毎回聞いてもいい、いっぱい聞くよ。やった、聞いてもいいの。クラブになって、ありがとう。きょうちゃんとサクは似てる気がする。そう、きょうちゃん陽キャな、あ、陽キャ版と陰キャ版みたいな、すごい似てますよ性格は。多分間に合ったらしい、ありがとう。ゆうなちゃんもめちゃくちゃ考えてるの。そう、めっちゃ頭いいしめっちゃ考えてるから、だからそう、11期ってみんな考えてる、本当に素晴らしい。勝負したい。ゆうちゃんの好きなところどっちが多く見えるか勝負してみたい。ゆうねちゃんの評価低い。そんなことないよ、ゆうねちゃんはめちゃくちゃ考えてくれてるし、なんか11期のことをすごく考えてくれてる。いつもなんかその初期、最初の時はなんかポンコツって言われてたけど、なんか本当になんだろう、大事な時、大人関係とかの時にやっぱりいつもあの挨拶してくれたりとか、11期を代表してとか、なんか時間管理とか、あ、もうすぐ出るよとかいつもあの言ってくれたり、そう、なんか大事なことはゆうねちゃんがやってくれたりって、なんかすごい11期を見てくれてる感じがする。あと話を絶対否定しない、さくが何を言ってもそうだねみたいな一回受け止めてくれるの。それで具体的なアドバイスをくれる、ゆねちゃんは聞くだけじゃなくて、こうしたらいいと思うよとか、 MC とかもどうしよう、こういう風に困ってるんだよねって言ったら、こういう流れだからこういうこと言ったらまとまるんじゃないかなとか、その詳しいアドバイスをくれるから的確なね、だからすごく頼りにしています。ということでゆねちゃんの評価は高いです。うーん、深読みすぎてサクに嫌がれてない、サク嫌がったことないから大丈夫。読解が怖いです。来てね、愛知も来てね。ジェイキみんな好きすぎる、大好き。あ、メール時間ありますか。もう終わりますね、ありがとう、教えてくれて、ハートありがとう。あ、おにぎりのリボンのプレゼントのやつありがとうね、いつもありがとう。ゆうねとサクと花ちゃんとサータンが好きで、あのね、いつもあのお見送りの時に大きなホワイトボード、違う、スケッチブックをね掲げてすごい思いを伝えてくれるのが本当に嬉しいです。あれ分かりやすいしすごく嬉しい。あとサイリウムもね、あの必死にいっぱい振ってくれてるのももうしっかり見えてるし嬉しい。サクのサイリウムも絶対振ってくれるし、4人いるのにありがとう。これからもいっぱい会おうね。あ、好きなとこ問い詰められました。そう、知りたいの。あ、勝手に春生まれだと思った。9月なんですよね。天むすなんだ、天むすだって、天むすでした。なにもに、そう、そう、ゆうねちゃんの MC マジで面白いの面白すぎる、大好き、マジ頼りすぎてる。ゆうねちゃんを結婚してありがとうするよ。否定すると面倒なんじゃない、だったらさ、何、肯定だけすればいいじゃん。でも具体的なアドバイスまでくれるから、あ、そんなことは多分思ってないと思う、ゆねちゃんピカピカありがとう、お茶ありがとう。
がとう、みんなありがとうね。それではランキング発表します。13位はパンダの方ありがとう。12位はまいむらちゃんの方ありがとう。11位は山村さくらちゃんの方ありがとう。10位はこういう方ありがとう。9位は猫の方ありがとう。8位はSK48 の方ありがとう。7位は寝落ちの方ありがとう。6位はアライグマの方ありがとう。5位は鉄こぶしの方ありがとう。4位は猫のマカロンの方ありがとう。3位はオムランズちゃんの方ありがとう。2位は山村さくらちゃんの方ありがとう。そして1位は平成の方ありがとう。ハートありがとう。おにぎりありがとう。マジカルユーで最高だよね。絶対11周年ライブでやるんだ。ありがとう、ありがとうね。みんな今日もありがとう。モニー見せて。モニー、ハートありがとう。モニー、モニーおいで、モニーおいで、モニーモニー今日の作も可愛かったよ。ありがとう。モニー来たくないんだって今日。今日は違うってね。そういう日もあるみたい。今日もありがとう、ありがとうね。9年後、すごい。そう、最初に出演してたからね。明日やる。どうなるかな。できたらいいけど、ちょっと気持ち次第というところなんですけども、できるかな。できたらやりますけども、またメールするね。配信してくれてありがとう、ありがとうね。みんな、明日はティーンズユニットの最終発表です。5時から配信、 YouTube 配信するので、ぜひ見てください。お願いします。ありがとう。あ、スクショタイム。オッケー、ありがとう。2周年ありがとう。3年目もよろしくね。バイバーイ。みんなありがとう。あ、そう、あの0時からいっぱいツイートありがとう。見た、あのすごいさ、画像が揃っててすごかった。みんなありがとう、ありがとう。みんなバイバイ。あ、おかえりくん、バイバーイ。みんな待って、持ってくくんだよ。持ってきてくれるって、モニ。かわいいね、モニ。ね、見て、モニ買った、また。あれ、私たち、うん、壊したから買った。モニー、モニー、きたくんだよ。ありがとう、バイバイ。バイバーイ、モニちゃん、バイバイして。みんな、かわいい。バイバイ、かわいい。バイバイ。バイバイ。バイ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 。さきちゃんバイバイだって。バイ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 。いたくんだよ。動くくんだよ。嫌がってる。ありがとう、バイバイ。近いって近いよ。はいはい、あ、バイバイ。あ、でも余ってる。そうだよ、バイバイ。あ、見て、ネイル変えた。みんな見て、なんで水色なの。今回のイメージは水色です。全然見えない。渚のイメージです。 お願いします。見えない。そう、リボンです。これこうやってこうやってダメ、さっきの顔が隠れちゃうから。あ、何これ、うん、背景みたいな。背景とかYouTuber みたいな。美容系。それコスメとかのやつだから。そうなの。近いって。見た見たって言われた。はい、ありがとう。見えたって。ありがとう。バイバーイ。